ございます。よくお休みになってましたね。はい、30分ほど前から。とても可愛らしい寝顔でした。あら、そうでしょうか。ですね。では朝食の支度をいたします。少々お待ちください。ドクター、呼び方は今まで通りでよろしいでしょうか。継承のことです。ええ、私はあなたの専属になったので、お望みなら旦那様とお呼びいたしますが。
スープのお味はいかがですか？これでもドクターの反応を見て厨房に注文を出してるんですよ。ささやかながらメイドの務めです。エスプレッソはそんな感じでよかったでしょうか？私も初めは勘違いしていたんですけど、こっちではあまり高級な飲み物ではないようですね。ジェーンに聞いたんですけど、バールとかそういう庶民的な店で手早く飲むものらしいです。ドクター、もしよろしかったら少しお屋敷の外へ出ませんか？今日は私もお話ししたいことがあります。私の知っている限りではないはずですが、私の来る前のことは分かりません。一緒に出るのは目立つので、私が先に庭でお待ちしてます。お願いします。ついてきてください。屋敷でお亡くなりになった方々の墓地です。ここには人が来ませんので。何からお話ししましょうか。拳銃を突きつけられて何も喋らないのは、ただの自殺願望者です。ドクター？
正直な方ですね。いいのです。あなたを信じることにしました。たとえ嘘をついてたとしても、とてもその嘘がバレないようにできる人とは思えませんから。申し訳ありません。率直な感想です。ご安心ください。十分頼りに思ってますので。本当ですよ。確かに戦力としては心もとないですし、イノセントなメンタリティは危ういものがあります。でもこの異常な空間の中でだけは、そのマイナス要素が逆に思わぬ結果を生むかもしれません。私は私の考える常識的な方法で2年間この島のことを調べてきましたが、そのやり方では全く風穴は開きませんでした。常識的な思考、現実的な価値観、そういったものを跳ね返す何か見えない壁があるのです。それは非科学的な何か、あるいは狂気と呼ばれる何かかもしれません。ただ単に私が常識にとらわれてるだけという可能性もあります。いずれにしてもこれ以上は手詰まりでした。そんな時にあなたがこの島へ来たのです。それも特権的な階級を認められて。はい、最初は背景を疑いました。組織の肝煎りで赴任したのではないかと。それはもう初日で分かりました。どうしてあなただけ特別に扱われるのでしょう。何も説明されてないのですか。特殊な技術に注目されてるとか。BJ？ ドクター・アレックスのことをお聞きしてもよろしいでしょうか。私の探しているものは彼と密接な関係にあります。ドクターがアレックス様のご紹介だと聞いたとき、確実にあの件の関係者だと思ったのですが。まさかそれもご存じないのですか。彼が臓器移植の専門家であることは知ってますよね。ドクターもそう思いますか。
多分誰もがそう考えるでしょうね。それです。その常識が通用しないのです。そのせいで私は2年も手がかりを得られませんでした。私が探しているものは臓器移植用の新薬です。製薬会社が開発した医薬品です。その薬は完全な失敗作でした。人体の免疫を抑制することによって臓器移植における拒絶反応を抑えることが本来の目的だったのですが、その薬の場合免疫抑制の効果が暴走し、人体の免疫力が半永久的に失われてしまうのです。免疫力を失った人間は各種の感染症に対する抵抗力が皆無となり、些細な病原菌によって速やかに死へと至ります。つまりその症状は、詳細な検査をしてもこの新薬が原因であることは特定できないでしょう。そんな薬が暴力組織やテロ集団に渡ったらどうなるか。情報が漏れたと気づいた時には手遅れでした。ニューヨークのファミリーの一つが強力なプレッシャーをかけてきて、あの新薬を手放さざるを得なかったのです。うちの会社は非合法なビジネスはしていません。マスコミにリークすると脅されたのです。ステイツではどこの企業でもそうですが、うちの会社も訴訟問題を50件以上も抱えてます。その全てに敗北すると損害賠償だけで我が社は10回以上倒産してしまうのです。常識外の話になるのですが、新薬のサンプルとその製法をマフィアに渡して数日後、私が個人的に使ってたパソコンにイタリアからネットフォンがかかってきたのです。例の新薬取引によって今私の手元にある、どうしても必要なものだったので少々無理をしたが、それだけの価値はあるのだよ、私には。犯罪？はん、そういう考えもあるか。安心したまえ、君が心配するような使い方はしない。
そんなくだらんことにあの薬を使うつもりはないのだ。私はあれを生きるために使う。そう、生きるためだ。そうだな。普通に使えばあの薬は死をもたらすだけのものだが、私の住む島には奇跡が起こるのだよ。今日電話をかけたのは他でもない。君に私の島へ来てもらいたくてね。言うなれば就職の斡旋だ。いや、薬のことは専門家に任せてある。君にやってもらいたいことは、まあそれは島に来てから秘書に説明を受けてくれたまえ。君を指名したのは彼女だからな。おお。それは当然の疑問だろう。嫌なら別に構わない。だが君は、あの薬がこれからどのように使われるか興味ないのかね。君が私の下で働くのなら、勤務態度によっては研究スタッフの一員に加えることも考えよう。あるいは自分一人の力で薬を取り返したいと思うならそれもいい。君の島内での行動の自由は保証しよう。どうだ？楽しいゲームと思わんかね？私は自分の意志でこの島に来ました。何が真実なのかをこの目で見るために、たとえそれが旦那様の手のひらの上で遊ばされてるだけだとしても。私も結論はそれを見てからにしたいのです。ドクター、それでよろしいでしょうか？お手伝いさせてください。私も頼りにします。考えておきます。あの、そろそろお屋敷に戻りましょう。あまり長い時間外にいると、私が先に戻ります。
おい。あまりこの墓場をうろつくな。俺は屋敷の者じゃない。消え失せろ。さっさと行け。